私の乗ってたバスが正面衝突を起こして以前本とかに書いたことありますけど私もね事故に巻き込まれて住んでのとこで命がつながったっていうことがね何回かありましたね分かりやすいのとこで言うとバス事故ですよねあれは大学で18歳の時ですね中国の雲南省でね交通事故で私の乗ってたバスが正面衝突を起こしてそこで何人か亡くなったんですけども私の席が一番後ろだったので全然大丈夫だったんですが前の方に座ってた人はもう即死の人もいれば大怪我な人もいたわけなんですけどももし発見した時の席がここだったら自分は死んでたんだなと思ったらですね 人間ってこうやってパッと死んでしまうことで頭では分かってたけども本当に死ぬことあるんだというね目の前でご遺体もありましたしその時に初めて自分は死ぬって頭で分かってたけども心では分かってなかった実は死なないつもりで生きてたわけですよあそこでもし死んだことを思えたらじゃあ今生きてるとじゃああと1ヶ月生きられるだけでもこれ相当すごいことだしましては何年も生きちゃったらましてはもう天寿全うするぐらいまで生きたらあそこで死んでたことを思ったらどれだけすごいことなのかと思ってそれ以降私はですねまだ甘いんですけれども死ぬ気で生きるっていう� ちょっと分かった気がするんですよね。死なないつもりで生きるのと死ぬつもりで生きるのって絶対違うと思うんですよ。でもなかなか死ぬつもりになれないんですよね。考えたくないです普通はね。でも私はああいう18歳の時の体験があって、本当に1日1日をですね、平たい言葉ですけども大切にというかね、今日生きてることのありがたみっていうのがどれほど大きいことなのかということを感じるようになりましたし、今でも時々ね、いろんな人が亡くなるようなニュースを目にするとですね、あの時のことを思い出しますね。実際に大病をするとか大事故に遭うとかね、そういう体験をするとね、そういう境地に たりするんでしょうけれどもやっぱり長く生きたいじゃないですかなんか有名なねお坊さんでね誰でも知ってる本当に有名なお坊さんがもう最後死ぬ時にね死にたくないって言ってる煩悩を消し去って仏の道に入るっていうのがもうお坊さんの生き方じゃないですかそれでもうねほんの全国から尊敬されているそのお坊さんが最後ね死にたくないと言ったでそこになんか人間味を感じましたよねだから全然自分こうだったらいつでも行けますよなんてそういう境地にはやっぱならないですよそれでもそういう煩悩を消し去ることで生きてきた その坊ささんんんででですすすらら最後死にたくなないいからね瀬戸内さんじゃないですよ私の言ってるのは本物のお坊さんです本物のお坊さんの話してますからね私もね迷える一人ですけども少しでもね何ていうのかな極限の状況を知った経験をね生かしていきたいなと思っております。